この週末は雨や風の強まりに要注意です。でまず天気図見てみますと、こちらが明日朝9時です。で北日本に近づく前線が一つ、そして西日本や東日本の太平洋側を東進していく前線となりまして、特にこの南側の前線ですね、湿った空気が大量に流れ込んできます。太平洋側を中心に強い降り、要注意となりそうです。で明日の雨雲の動きご覧いただきましょう。明日の12時、もうこの段階で、西日本では雨、強い雨、だんだんと収まっていくんですけれども、午前中要注意ですね。でさらに東日本、こちらは日中から夜にかけてが、ピークということになりそうです。各地雷を伴って強く降りまして、道路冠水などを引き起こす可能性があると見ています。でさらに北日本ですけれども、明日の午後は広く雨、そして北日本はですね、18日の日曜日にかけて風も強まって荒れた天気になる恐れがあります。で雨雲そのものは18日になると太平洋側の方から抜けていくんですけれども、北風に変わります。日本海側ではすっきりしない天気、また北日本は雨や風、両方強く荒れた天気続く可能性があります。で天気アイコンで土曜日日曜日ご覧いただきましょう。で雨としてはですね、西日本は明日がピークで、日曜日になりますと高気圧の圏内で広く天気回復に向かいます。で東日本ですとか北日本については、こちらも土曜日が大きく崩れるタイミングなんですけれども、北日本は日曜日も雨風要注意で、関東については雨は日曜日の朝までと見ているんですが、日中帯もう一度降りやすくなるタイミングがありそうですので、外出の際には傘必要ということになりそうです。